指にギターを弾いた感覚が残ってる。ミクに会ってミクと一緒に演奏して、あれって夢じゃなかったんだよね。それにサキとホナミとシホとみんなと一緒に演奏したんだ。楽しかったな。昔はどこへ行くのもみんな一緒で、サキが何かやりたいって言うとみんなで一緒にやって、シホが熱くなるとホナミが間に入ってくれて、久しぶりにみんなで何かしたけど全然変わってなかった。もしサキが言ったみたいにみんなでバンドをやれたら、あの頃みたいに戻れるのかな。あ、しほちゃん。ほなみ、昨日のこと覚えてる？うん。あんな不思議なことがあるなんて。びっくりしたね。うん、わけがわからない。そうだね。ほなみ、まだドラム叩けたんだ。え、あ、うん、半年くらい叩いてないから結構下手になっちゃったけど。あの勝手に入ってたアンタイトルって曲、ほなみのスマホにも入ってたんだよね。知らないうちに。しほちゃんのにもだよね。そう、あのミク、私たちの思いが集まった場所って言ってた。理屈はよくわからないけど、もし本当ならホナミにもあるの、一花たちと同じ思いってやつ。あ、危なくはないと思うよ。ライブハウスでバイトしてるだけで。それは。それはたまたま聞いただけだよ。しほちゃんはそんな子じゃ。ダサ。あら、しーちゃん。え、お姉ちゃん。なんでお姉ちゃんが一年の廊下にいるの？こんなところにいたらまた騒がれるでしょ。今日はお友達に会いに来たのよ。あら？しーちゃん、何かあった？なんだかいつもより元気がないみたい。別に何もない。それに学校では話しかけないでって言ったでしょ。しーちゃん、大丈夫かしら。本当に昨日のすごかったよね。
信じられないけど夢じゃなかったんだよね。ねえほら見て、いっちゃん、私のスマホにもアンタイトルが入ってたの。これってしほちゃんとほなちゃんのスマホにも入ってるのかな。多分そうなんじゃないかな。知らないうちに同じ曲が入ってるなんて不思議だけど、なんだか繋がってるみたいで嬉しいな。そういえばみくちゃんは私たちに同じ思いがあるって言ってたけど、しほちゃんとほなちゃんにも私たちと同じ思いがあるのかな。それならまた。でもバンドやらないって断られちゃったし、やっぱり違うのかな。でもやっぱり一緒にバンドやれたらいいな。バンドきっかけにまた仲良くできるかもしれないし。いっちゃん、どうしたの？真剣な顔して。ねえ、さき、二人でバンドやってみない？え？本当に？いいの？うん。私だけじゃ人数全然足りないけど。うんうん。すっごく嬉しいよ。いっちゃん、ありがとう。頑張ろうね。私たちが始めれば、いつかほなちゃんとしほちゃんも一緒にやってくれるかもしれないもんね。うん、そうだね。やれるだけやってみよう。またみんなで一緒にっていうのは難しいかもしれないけど、せめて咲の気持ちに応えてあげたい。咲が諦めないなら私も一緒に頑張りたい。私は今私にできることをしよう。また来られた。っていうか、また来ちゃってよかったのかな。ミクちゃんもまた来てよって言ってくれてたし、きっと大丈夫だよ。バンドやることになったのもミクちゃんのおかげだし、ちゃんとお礼言わなくっちゃね。サキって本当、昔から怖がらないっていうか、なんていうか、ま、それが咲のいいところだね。でしょでしょ。いちか、咲、二人ともまた来てくれたんだね。ミク、ミクちゃん、昨日はありがとう。ミクちゃんのおかげですっごく楽しかったよ。急に来ちゃったけど大丈夫だった？チコとトナミは？それはちょっとまだ一緒に来られないけど、きっといつか来てくれると思う。そっか、楽しみにしてるね。でね、今日はミクちゃんに伝えたいことがあってきたの。伝えたいこと？何？なんと私たちバンドを始めたの。バンド、ふふふ、やっぱりそうなるんじゃないかって思ってたよ。この間の演奏とっても良かったしね。えへへ、ありがとう。でももっとちゃんと弾けるようになりたいな。私はピアノ弾けるけど、シンセのことはよくわからないし。私もコードと簡単なメロディーくらいなら弾けるけど、それくらいだな。これからいっぱい練習しなくちゃね。そうだね。それじゃあ今日は4人で練習しない？4人？
4人よ。こんにちは。ルカ？ニクちゃんだけじゃなくて、バーチャルシンガーのルカさんもいたの？うん。ルカは、よくここで、私と一緒に演奏してくれるの。私のバンド仲間、みたいな感じかな。ギターもシンセもできるから、二人にみっちり教えてくれるよ。ルカに教えてもらえるなんて。覚悟はいい？スパルタでも頑張ります。冗談よ。一緒に頑張りましょうね。バンドメンバーはこれで全員？ミクからは4人で演奏してくれたって聞いていたけど。それが今は。なんだか複雑な事情があるみたいね。本当はあと2人幼なじみがいるんです。私たち昔はすっごく仲が良かったんです。毎日一緒に遊んでて。でも私が病気で入院して戻ってきたら、しほちゃんとほなちゃんがあんまり話してくれなくなって。そうなのね。二人に何かあったのかしら。そうなのかもしれないけど、話せないからわからなくて。大事な友達だからうまく話せないのかもね。ミク。でも二人にとってコナミとシホが大切な友達だっていうことに変わりはないんでしょ。それならいいんじゃないかな。そうね。その気持ちが二人にあるなら、きっとまた一緒にいられる日が来るんじゃないかしら。二人にそう言ってもらえると、なんだか本当にそんな気がしてくるね。それならよかった。よーし、みんなでバンドやれるように練習頑張ろうね、いっちゃん。うん、そうだね、頑張ろう。さん、全然できなくてごめんなさい。ピアノとは鍵盤のタッチが違うもの。仕方ないわ。少しずつ頑張っていきましょう。焦らないで、まずはゆっくりやってみて。ありがとう、ルカさん。しほちゃんは楽器うまいから、ちゃんと合わせられるようにもっとうまくならないと。ええ、頑張って。サキならきっとできるわ。サキが楽しそうでよかった。でもここにホナミとシホがいてくれたら、きっともっと。ううん、落ち込んでばっかりじゃダメだよね。私もいつかシホとホナミと一緒にできる日のために精一杯頑張ろう。練習楽しかったね。まさかルカさんまでいるなんて思わなかったな。私もびっくりしたな。でも二人のおかげでしっかり練習できてよかった。うん、早く上達してしほちゃんとほなちゃんにも聞いてもらいたいな。二人ともいつの間にこんなにうまく。私も一緒に弾いてもいいかな。みたいな展開になるかも。サ
先ってば相変わらず志保の真似がうまいね。でしょ、志保ちゃんはいつも全然似てないって言うけど絶対似てるよね。それじゃあ明日も一緒に練習しようね。バイバイ。うん、また明日。サキといると昔に戻ったみたいで楽しいな。でも先にどう言えばいいんだろう、私たちのこと。志保、一緒にお昼食べよう。今日はほなみも時間あるから3人で。中学2年の時、志保やほなみとクラスが離れ離れになって、休み時間のたびに志保たちのクラスに行ってたけど。話しかけないで。え？これから昼はベースの練習したいから一人で食べる。もう来ないで。志保？志保は急に私たちから離れていって、どんどん距離が開いていった。理由を聞いても一人でいたいってことしか言ってくれなかった。それにほなみは、あ、ほなみ、あ、それってアップルパイ？っていうかもしかしてその袋全部アップルパイ？あ、その、うん、恥ずかしいからみんなには言わないでね。アップルパイ昔もよく買ってたけど今も好きなんだね。うん、ここの美味しくて。そういえばね、今日またミクのところに行ったの。アンタイトルを再生したら本当にまた行けてさ。それで私サキと二人でバンドを始めたんだ。サキちゃんとバンド？うん、だからそのほなみもよかったらやらない？私は、ううん、大丈夫。そうだよね。ごめんね、私買い物の途中だからもう行くね。あ、うん、またね、ほなみ。私、いつまでこんな。星、今日はあんまり見えないな。隣にみんながいないからなのかな。ほなみ、あ、語源数学なのに教科書忘れちゃった。そうだ、花見に貸してもらおう。あれ？花見が一人でお昼食べてる？いつもクラスの友達と一緒なのに。教科書借りようと思ったんだけど、お花見大丈夫？もしかして友達と何かあったの？
そんなことないよ。今日はちょっと一人で食べたい気分で。本当に？もし何かあるなら話聞くよ。大丈夫だよ。心配かけてごめんね。何でもないから。花見がそう言うなら。でも誰かに傷ついてほしくないって思うのはいけないことなのかな。え？ごめんね、ちょっと考え事してて。そろそろチャイム鳴っちゃうよ。はい、数学の教科書。でも花見。大丈夫、心配しないで。それから大丈夫かって話しかけても、ほなみは逃げるみたいに離れていって。あれってやっぱり、あの時私が何かできてたらこんな風にはなってなかったのかな。今日もいい天気だね。さき、今日やけにテンション高いけどどうしたの？実はちょっと買いたいものがあるんだ。いっちゃん付き合ってくれる？買いたいものってそういうことか。せっかくバンド始めるんだし、自分で選んだ楽器使いたくて。今日はこれまで貯めてたお年玉全部使うつもりなの。すごいやる気だね。でも高いからいいものってわけでもないんじゃない？まずは店員さんに聞いてみたら？あ、それもそっか。店員さんは…あれ？しおちゃん？さき、いちかも。しほ…しおちゃん、久しぶり。あの不思議な世界で会った後、全然会えてなかったよね。今日は何してるの？買い物？そうだけど、そっちは？ふふん、こっちも買い物だよ。今日はシンセサイザー買いに来たんだ。シンセ？うん、私たちバンドやるの。しかも世界にいたミクちゃんたちが練習手伝ってくれるんだよ。本気？それにミクが練習をって、あんななんだかよくわからない場所でよくやる気になるね。そんなことないってば。とってもいいところだよ。ねえ、しおちゃんは今もベース弾いてるんだよね。バンドとか入ってる？その手には乗らないからね。私は誰かとバンドを組む気はないから。そんな、まだ何にも言ってないのに。バンドには入ってないけど、たまにバイト先のライブハウスで臨時のベーシストとして参加したりはしてる。私は一人でいい。しほ。でも私はもっともっとしほちゃんと一緒にいたいよ。一緒にバンドもやりたい。それにほなちゃんとも4人で一緒に。さっきってほんと変わらないね。小学生の時からずっと同じ。え？小学生の時って？遊ぼうって毎日毎日しつこく言ってきたでしょ。私ゲームしたいからって何度も追い払ったのに。そ
そんなにしつこかったかな。しつこい。うちのお姉ちゃんくらいしつこい。結局私が折れるしかなかったし。ごめん。でも志保ちゃんと遊びたかったんだもん。中学の時一度バンドに入ったの。軽音楽部の先輩に誘われて。でもそのバンドは慣れ合ってばっかりだった。一曲だって真剣に練習できなくて喧嘩になって、結局私が追い出されて終わり。しほちゃん。だから私は誰かと一緒にバンドをやるとしても本気でやりたい。しほ、この曲来週までに合わせられる？え、これって楽譜？それ一緒に弾けたら考えてあげる。あ、うん、合わせる。練習するね、いっちゃん。うん。じゃ、私はバイトに行くから。私じゃきっと諦めてたよ。へへ、私結構なわがまま言っちゃったけどね。とにかくこうなったら練習して絶対に成功させなくっちゃ。そうと決まればまずはシンセを買うぞ。うん。店員さん、すみません。で一緒に。私また誰かと一緒にいていいのかな。今流れ星。あ、今の流れ星？見過ごしちゃったよ。まだ流れてない？さきちゃん、流れ星はすぐ消えちゃうんだよ。だからじーっと見てないと。見つからないよ。きっとまた流れるよ。みんなで探そう。あ、なんだあれ、飛行機か。だよね。ここじゃ見えるわけないよね。来るかな。ヤンキーいっぱいね、ミク。ルカ、そこで見てたの？ええ、イチカたちを待ってそわそわしている時からずっとね。こっそり見てないで声かけてくれればいいのに。早くあの子たちが本当の思いを見つけられるといいわね。うん、きっと4人とも向き合えてないだけだと思うから、ここで本当の思いに向き合ってもらえたらいいな。そうね。あら、この足音、2人して慌ててるみたい。ミクちゃん、ルカさん、お邪魔します。私たち、シホちゃんとバンドを組むために
この曲マスターしたいんです。急にごめん、シホとバンドできるかもしれなくて、だからもっと練習を見てもらいたいの。いいかな？そっか、一緒にやれそうなんだね。もちろん手伝うに決まってるでしょ。いちか、今のフレーズいい感じ。もう一度やってみようか。うん、もう一度。ルカさん、ここのメロディーなんだけど、どんな風に弾いたらいいと思う？そうね、このメロディーなら。あ、もうこんな時間？あ、本当だ。練習に夢中で全然気づかなかった。こっちの世界はずっと夕暮れなんだね。時間が過ぎてたの分からなかった。うん、この景色も4人の思いでできてるから、まだちょっと寂しい景色なんだ。それにしても難しい曲だな。しほちゃんの選んだ曲って感じがするよ。そうね、でもきっと二人と真剣にバンドでやりたいからこの曲を選んだんじゃないかしら。うん、私もそんな気がする。弾いてるとぐんぐん上手くなってる気がするし。そうだ、いっちゃん、練習中に思いついたメロディーがあるんだけど、聞いてくれない？サキが考えたの？聞いてみたいな。本当？じゃあ聞いててね。こんな感じなんだけど。すごくいいメロディーだね。本当？よかった。昔いっちゃん歌詞書いてた時あったでしょ？だから私もたまにメロディー考えてるんだ。あ、そういえばそんな時もあったね。歌詞はもう書いてないけど、メロディーはできたらまた聞かせてよ。うん。あ、そういえばこの世界にこんなものあったの気づいてた？これって星図？うん、それに黒板にも書いてあるでしょ。なんだかこれから星見に行くところみたいだよね。星見に行きたいな。それなら屋上に行かない？え、でも夕方だし。言ったでしょ、ここは思い出できた世界なんだよ。わー、すごい。こんなに綺麗な星空初めて見たかも。本当。でもどうして？さっきまで夕方だったのに。この世界はあなたたちの思いから生まれた世界だから、あなたたちの思いによって姿形を変えるのよ。私たちの思い出ねえ、サキ、昔星見たよね、4人で。見た見た、4人でジャングルジム登って流れ星見たよね。なんだっけ、カニ座？獅子座、獅子座流星群でしょ。そうそう、それほなちゃんが一生懸命教えてくれたよね。ほなみ、星好きだもんね。でもしほちゃんは全然星の名前覚えられなかったよね。私もだけど。
まだ覚えてるよ。何度説明しても志保が星座の名前を覚えないから、ほなみが珍しくむくれちゃって。そうだったね。それで私と志保ちゃんが慌てて星座見て覚えて。懐かしいな。もうすぐ志保との約束の日だね。うん、志保ちゃんと一緒にバンドできるように最高の演奏しようね。今度はみんなで星見よう。うん。サキといるとまた4人でいた頃に戻れるような気がしてくる。仕事もまた一緒にいたい。だから次のセッション一番いい演奏ができるように頑張ろうね、サキ。ちゃん、今日はよろしく。分かってると思うけど、少しでも失敗したらバンドの話はなしだから。もちろん分かってる。そう、じゃあスタジオ行こう。あれ、あそこにいるの志保ちゃんたち？3人でどこに行くんだろう。もしかして仲直りできたのかな。ううん、ごめん、今行くね。しほちゃんがまたいちかちゃんたちと仲良くなれたならよかった。みんながまた仲良くできるなら。それでいいはずなのに、どうしてこんなに寂しいんだろう。